高石あかりが初の写真集を発売。幻のような写真集になりました。高石あかりのファースト写真集幻冬が2月16日に発売された。ページをめくるたびに違った高石あかりを楽しめるということをコンセプトに、一冊を通して様々な表情を堪能できる写真集となっている。この度発売を記念したイベントが開催され、高石が会見に登場。初の写真集の見どころなどをたっぷり聞いた。完成した写真集を手に取った高石は、本当にカメラマンさん、衣装さん、ヘアメイクさんと関わってくださった皆さんのおかげですごい一冊ができたなと思っています。幻がテーマなんですが、いろんな表情を引き出してもらったので、普通ではないファースト写真集といいますか、他にはない一冊になったんじゃないかなと思っていますと、撮影スタッフへの感謝と出来上がった作品への手応えを語った。写真集は台湾の台南、高雄エリアで撮影が行われた。台湾らしくかき氷を食べている姿や夜市を楽しんでいる様子なども収録。高石にとって初めての海外旅でもあったそうで、撮影を通して多くの思い出ができたそうで、初めての夜市や現地のお金に両替する瞬間、現地の言葉などどれもが楽しかったですと、見るもの全てが新鮮だったと語った。頼んでいないのにすごい量のご飯をサービスしていただいたり、人の優しさをとても感じられた旅でした。また初めての写真集で初めて海外に行けるということのありがたさをすごく感じましたねと、忘れられない旅になったことを報告した。台湾で食べたもので美味しかったものを聞かれると、夜市で食べたチャーハンや小籠包のほか、マンゴーやかき氷、いちご飴などの甘いものが特にお気に入りだったと明かし、3泊4日の撮影の中で13パターンの衣装を着るというスケジュールだったので、バタバタしてはいたのですが、バタバタの中で食べるご飯は本当に美味しかったですと撮影を振り返った。お気に入りのカットには白いワンピース姿で波の中から何かを訴えるように視線を向ける一枚をセレクト。撮影の際にはカメラマンからカメラのレンズから決して目を離さないでと指示があったそうで、波に飲まれてぐちゃぐちゃになる髪や泥だらけの顔を気にせず撮影に挑んだとのこと。選んだ理由について、この写真が実質撮影でのラストシーン、ラストカットだったんですけれど、海の中で波もすごくて過酷な撮影だったのを覚えています。泥まみれになって決めようとしていない、作ろうとしていない自分が映っていてとても好きです。このシーンのカットは夕日がほとんど沈んだ時間の一瞬を捉えているので、そういう意味でも奇跡の一枚になったなと思いますと告白した。タイトルはフィルムに映した像などを1枚ずつ強い光で照らし映写幕へ映して見せるものを指す幻冬。タイトルを決めた経緯を尋ねられると、マネージャーの方と撮影のテーマを考えていた時に幻という言葉が出た瞬間に二人でこれだと思いました。そこに編集スタッフの方が名前でもある明かりという意味もある明かりをつけてくれましたと回答。続けて女優としての出演作が続き、多忙を極める高石にとって本作が一度きりの幻の写真集になってしまうのではと心配されると、また別の機会があれば2作目3作目と作っていければいいなと思っています、これを最後にはしたくないですね。でもそのためにもまずはこの写真集を多くの方に手に取っていただくところからがスタートですねと意気込んだ。
写真集を発売して身近な人などからの反応を問われると、地元の宮崎にいる父に送ったんですけれど大喜びで、すごい嬉しかったですねと答えた。また仲のいい友人たちからも連絡があったそうで、送ろうと思っていたらサイン入りの写真集をみんな買ってくれたみたいで、私のサインの写真が送られてきました。かっこ笑い。ありがたいなと思いましたねと周囲の反応に頬を緩ませた。最後に、昨年は種をたくさんまいた年で、今年は芽吹き花を咲かせたいと話した年始のインタビューから、芽吹く予感や実感はあるかを聞かれると、私の中では写真集も芽吹いたことの一つだと思っています。皆さんに届けることができて今本当に嬉しいです。あとは今年はファンの方、応援してくださる方に他にも嬉しい報告ができる一年になるんじゃないかなと思っていますと笑顔で発言し、会見を締めくくった。プロフィール、高石あかり。2002年12月19日生まれ、宮崎県出身、射手座。映画ベイビーワルキューレ21年で映画作品初主演を果たす。23年は映画ベイビーワルキューレにベイビーなどに出演し、第15回タマ映画賞の最優秀新進女優賞を受賞。24年はベイビーワルキューレシリーズの第3弾の公開も控えている。